ンポン。テステス、皆さんお待たせしました。ドッキリ企画です。これからあかりちゃんにドッキリを仕掛けて、彼女の可愛い驚き顔を浮かんじゃいましょう。まずは部屋に入ってきたら急に複数の顔が迫ってくるドッキリ、行ってみましょう。こんにちは。いや、最近あったかくなってきたな。なんでですか、私の渾身のドッキリが。威力が足りません。スイナちゃん、方向性はいいと思います。ただ威力が足りないです。ここは方向性はそのままに、演出をスケールアップしましょう。こんにちは。おお、今日はなんかすごいな。お疲れ。くっ、ねぎらわれた。何かが、このドッキリには何かが足りません。アホやな。お、来ましたね、アホの代名詞が。なんやお前アホアホアホのアホのスケ。うっさんちゃん、ふわーってすんふわー。ええか、ここは思い切って方向性を変えるんや。はあ、その名も、突然掃除ロッカーから出てきてわって叫んでびっくりドッキリ。どや、革命的やろ。そうですね。こんにちは。くっ、来た来た、行くぜ。あああああ、めっちゃビビってる。何すんだお前。にゃ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 。何しとるんやお前ら。アホのせいでまたダメだった。なんやお前。にゃ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 。ふむ、ちですね。え、ち、このドッキリにはちが足りないんですよ。そっか。こんにちは。お前ら後で掃除しろよ。なんで驚いてくれないの。黒板にネタバラシされてるからだよ。心配してよ、心配して、あのよくしてよ。もう目的違うじゃん。は、わ、ゆかりちゃん怪我しとるやん。大丈夫か。よしよし、いいな。あかり、うちも怪我した。同じはティッシュ詰めてろ。私も怪我しました。それは帰り道にしか見えませんね。うわ、なんや、真っ暗、怖い。あ、着いた。なんやったんや、停電ですかね。びっくりした。ギャー、お前らビビりすぎやろ。電気消すタイミングバッチリや。ありがとう、ついなちゃん。ついなちゃん、ごめんなさい。かわいい、許す。